セイゲオルギウスの祝祭は、セイゲオルギウスを祝すパレスチナの祭日である。セイゲオルギウスは、アラビア語パレスチナ方言で、マール・ジョリース、ジャージス、アル・ハデルなどと言われる。アル・ハデルというのは、緑の人を意味する。西方では、セイゲオルギウスの日は4月23日に行われるが、パレスチナ地域では、東方教会の暦に従い、祝祭は、 毎年5月5日から5月6日に行われる。もともとは地元のキリスト教徒の祝日であったが、パレスチナ人キリスト教徒もムスリムも祝う祭りになっている。祝祭はベツレヘムのすぐ南側にあるパレスチナの町で、聖人と同じ名前を持つアルハディルで行われる。聖ゲオルギウスの母はリュッタ出身のパレスチナ人だったと信じられており、ローマの兵士だった。 ゲオルギウス自身もアルハデルのあたりに住んでいたことがあると言われ、ゲオルギウスは地元出身の聖人としてパレスチナ人の間で非常に人気がある。パレスチナの伝承によると、ゲオルギウスを称える大きな祝祭はパレスチナがビサンティン帝国の支配下にあった時代に始まった。伝承によると、祝縁の際、カフの息子ジルジスは唯一の家畜であった一頭の目牛を アルハデルに捧げたが、そのせいで母の怒りを買ってしまった。しかしながらその夜若者は白い髪をしたアルハデルが祝福を与えてくれる幻を見た。これが祭りの起源であるという。かつては、この祝祭はパレスチナ中からアラブ人がやってきて、アルハデルの町にあるセイゲオルギウス修道院を訪問し、パンなどを取引したり、釘を行ったり、 修道院の周りにあるオリーブの木の下でピクニックに集まったりしていた。このような伝統は今日も残っており、聖ゲオルギウスが癒しの力を持っているという逸話が多数あるため、多くのキリスト教徒の巡礼者が子供に洗礼を受けさせようとやってくる。ドラゴン退治をする聖ゲオルギウスの姿を表現した特別なパンを焼く習慣もある。聖職者は肉を贈り物として受け取るが、 この修道院のキリスト教的伝統においては、本来は動物釘は行われない。5月6日の朝には、ベートジャラ、ベツレヘム、ベートサフールなどパレスチナの他の地域から、パレスチナ人キリスト教徒が修道院まで行進を行うことになっている。伝統的に、ムスリムは教会の入り口を守り、巡礼者を歓迎する。キリスト教徒同様、ムスリムは、 祝祭の際に羊を生贄として捧げており、捧げ物は修道院の庭にある羊の囲いに置かれることになっている。イスラームにおいては2種類の生贄が捧げられることになっている。一つ目はザビー派と呼ばれるもので、生贄として殺す小羊のうち3分の1は持ち主が食べるため取り置かれ、残りの3分の2はアラーと事前のために捧げる必要がある。 二つ目は生きている動物を捧げるもので、これは生ルギウスへの贈り物として捧げられる。小羊の皮は手すり粉にかけて干す。ありがとうございます。